おはようございます。サブチャンネルからお届けしております速稼塾の久保でございます。今日がアカウント制限を受けてサブチャンネルからの放送2日目でございますね。あと5日、明日明後日し明後日もんもんとくぐり抜けて本来のチャンネルに早く戻りたいなと思ってるわけでございますけども、今日のテーマはですね、昭和の不良に学ぶ正義と損得というテーマでお届けしたいと思います。いや、私の感覚なのかな、昨今はですね、人は正義ではなくて損得で自分の立場を測るようになったんではないかなと思うんですよ。皆さんいかがですかね。損得を度外視していいこと悪いことに立ち返ることはなかなか難しいと思いますけども、特に組織にいらっしゃるとね、組織の理屈で動いちゃって個人としての道理を捨て去ってしまうことが、まあ、いわゆる大人になることだよっていうふうにね、言いくるめられちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。まあそういうところもありますんで、私は今回ね、昭和の悪にちょっとその辺をね、学んでみようかなと思いまして、かなり当時のいわゆる不良たちに好意的に今回の動画はね、お届けしたいと思います。あ、清美さんおはようございます。お待ちしておりました。ありがとうございます。今日のテーマは、昭和の不良に学ぶ哲学でございます。まあ令和の時代に入って、いわゆるちょっとね、悪いやつのことを半グレっていうふうに言うようになりました。この半グレってのは意味を解釈を変えてね、ヤクザ組織でもないけども、なんか法の目をかいくぐって悪いことをする人とかね、まあ、いろんな解釈になってきて、反社会勢力って言葉だとしっくりくると思いますけども、結構広い意味で使われるようになっちゃったんですよね。で、これが平成の時代だとね、ヤンキーって言葉にまとめられてました。ヤンキーってのはあくまでも、まあ中学生、高校生、言って20代の前半ぐらいまでの、ちょっとね、悪ぶったやつを指す言葉であって、で、そっから先はもう完全に、まあ、暴力団とかね、なんか、チンピラとかっていう言われ方をしたのかもしれません。平成は、ヤンキーという言葉が、大体10代、20代の、ちょっとね、変わった男性に向かって言われた言葉なんじゃないかなと思いますね。で、昭和の時代はね、不良と言われてたんですよ。不良。これをね、悪というふうな言い方もしました。でも実際に、この不良たちは、悪かったのかな、どうだったんだろうかと思います。もちろんみんながみんなね、いい人ではないですよ。なんせ、ルールというものに公然と従わないわけですから。そして、改造制服を着てみたりね、変わった髪型をしてみたりとか、授業はサボるし、喧嘩はするし、先生にはね、盾つくし、ちょっと畳には悪いやつなのかもしれませんけども、実際どうだったのかな、本当に、救いようのない悪だったのかなと思うと、ちょっと見方が変わってくるんですよ。例えばね、昭和の不良たちは、とかく先輩、後輩、上下関係をものすごく重んじてましたね。まあ、こういうことを言うとあれですけども、ヤクザ組織みたいな感じですよね。まさに、上下関係。礼儀正しいんですよ。それこそね、すごい折り目がついていて、少しでも自分よりも先輩だな、尊敬できるなっていう人には、もう最敬礼ですからね。舐め切った態度は全く取らない。そういう意味で言うと、礼儀なんて関係ないよ、みたいなね、普通の人よりは、しっかりしてたんじゃないかなと思うんですね。で、二つ目なんですけども、女性関係です。女性関係にものすごく厳しかったと思います。当時はね。つまりね、浮気は恥だったんですよ。まあ、いわゆる硬派ってやつですよね。女は一人いれば十分だ、みたいな感じで、二人目三人目に股をかけるやつを七夕野郎とか言ってね、すごくね、馬鹿にされていたわけなんですよ。あいつは女にうつ抜かしてみたいなね、女の尻を追っかけてみたいな言葉も当時生まれたと思うんですけども、やっぱり一人の人をどこまで愛するかっていうのはね、その、いわゆる不良の世界では、プライドとされていたんではないかなと思いますし、あっちこっち目移りする男は、まあ、その男性社会ではね、やっていけなかったってところがあります。そして三つ目なんですけども、潮時って言葉がありました。ね。大体、グレたやつでも、暴走族やっていても、18歳ぐらいで落ち着いていってね、人生の転換を図って、で、今までの自分とこれからの自分をきちんと切り分けてね、そろそろ真面目にやらんとな、みたいな感じで、就職探したりでね、お父さんお母さんのところに戻っていったりとか、ぐるーっと世の中を見た後、やっぱり帰るところに帰るってことをわきまえていたのかな、っていうところですよね。まあ、ですんで、青春の風みたいな形で言われていたのが、ちょっとグレちゃう時期はあるよねってことなんですよね。はい。こういうふうな考え方もあります。そういった昭和の不良ってのは、弱い者の味方に
なることに対して、息を感じるんですよ。息だね、お兄さんみたいな感じですよね。息だね、みたいな。弱い人をどれほど守ってあげれるかっていうのが、いわゆる突っ張ったやつの勲章だったわけですよね。と同時に、より強いものへの挑戦を誇りとしてたわけなんですよ。自分が戦う挑むのはね、強いもの、権力とか、拘束とか、ルールとか、大人とか、先生とか、多数派とか、ものすごく困難なこととかね。こういったものに対してはもう闇雲に戦いを挑んで自分の力を試した時期。そういうのが不良だったのかなと思いますし、そういう姿をね、なかなか行動に移せない、いわゆる普通の一般生徒さんを見て、ある意味ね、悪に憧れた時期っていうのもあったんじゃないかなと思うんですよ。で、あとね、やっぱこう、当時の不良ってのは自分の努力や根性をとにかく隠しましたね。もう陰でやるんだけども、それをね、いちいち言わないし、普段からサボってるような雰囲気を出しておいて、実はかなり負けることにこだわりがあってね、勝つために陰ですごく根性を出してきたかなってところですよね。で、見栄を張るんだけども、まあ、いわゆる張ったりですよね。でも嘘はつかなかったってのも、当時のこういった種類のね、不良たちのプライドだったのかなと思います。で、最後になりますけども、不良の先輩の言葉にはかなりね、学びがあったわけなんですよ。で、これはね、いろんな言葉が先輩が知ったげに言うんですけども、やっぱりね、心にずーんと尊敬する先輩の言葉だから重くのしかかって、それが代々受け継がれていたものがあります。例えば、なんかね、先輩がね、18、19、20歳ぐらいになって人生を切り替えたときに、お前はさ、俺みたいになるなよ、みたいなことをね、みんな言うわけですよ。なんかさも自分が10代の頃、むちゃくちゃやってたようなね、そんなことを際立たせたいのか、それとも本当に自分のグレていた時期のことを後悔してるのか、必ず後輩にはね、お前は俺みたいになるなよっていうふうに言う方が多かったですね。むしろ俺みたいになれみたいなね、そんな自分を過大評価することを自己評価高く後輩に言うのを恥というふうな論調があったんじゃないかなと思うんですよ。まあですんで、よく会社の飲み会で先輩の武勇伝っていうね、そんな話がありますけども、何もやってこなかったやつに限って自分の過去を美化したがるんですよね。でも本当に自分の人生ちょっとね、やりすぎちゃったかなと思った人ってのは、いちいちそういうことを喧伝するんじゃなくて、そっと静かに、まあ俺もちょっと後悔ばっかりだったから俺みたいになるなよっていうふうに、まあこれが謙虚なのかなと思いますよね。で、無理やり聞き出そうとしても本当には教えてくれなかったりするんですよね。まあなぜなら自分の過去が人に語るのは恥だと思ってるんですよね。これを言い当てた言葉が、人の過去、聞くは無用、語るは無作法というようなね、そんな言葉があります。はい。そしてこんな言葉もあります。よくね、不良の先輩の言葉で頼りになるなと思ったのが、ケツは俺が持ってやる。ビビんじゃねえって言葉ですよね。要するに、私たち後輩がどんないざこざを起こしても、最後は俺が出てってやるから、思い切ってやれよ。責任俺が取ってやるからよ。みたいなことですよね。でも実際、社会に入って会社勤めなどしていると、上司は極端に責任を恐れて、マニュアル通りにやることをね、進めてきたりとか、みんなと同じようにやることによって、プラスの点数は取れないかもしれないけども、とりあえず減点されないような人生を生き方として、私たちは学んでしまいます。そしてだんだん丸くなってね、挑戦もできないし、疑問も感じないし、問題をみんな目の当たりにしても、それを露呈しないようなね、安全牌の人生を歩んでしまうんですよね。で、結果、40代、50代になって、新しいビジネスのチャンスがあっても、なかなか一歩踏み出せなくって、それっぽい言い訳を見つけることだけが上手になってしまう姿が、今の私たちの姿ではないかなと思うばかりなんですよね。で、不良の先輩、こんな言葉も言いました。母ちゃんは泣かせるなよ。だから女性を尊重することと、どんなにむちゃくちゃやっても、母親だけはね、常に味方でいてくれるってことを、先輩ながらに信じさせようと思ってくれたんですよね。まあその言葉があったんで、やっぱりね、母親の涙にはね、弱いなと、未だに思いますね。で、それはだから、女性に厳しいっていうところ、浮気をしないっていう根性にも、通じるものがあるんじゃないかなと。とにかくね、身近な女性とか、大切にするべき女性っていうのを、一人か二人、そういう世界ではね、設定していて、もう本当に女神様に対して男の人生をどうやって使っていくのかっていうことを説かれたような気がしますね。まあ今でもそれがちょっと私影響してるのか、人一人、この女のためにだったら全部捧げてもいいっ
って思えるような出会いっていうのは本当に男として貴重だなと、誇りだなと思うところなんですよね。はい、そして最後なんですけども、こんな言葉があります。大体こうやって去っていきますね、先輩たちは。いつまでもお前らみたいにガキやってらんねえんだよってこと言いますよね。つまりは引退宣言ってことなんですよ。ちょっと寂しいんですけども、この言葉が出始めたら、あ、頼りになる先輩から社会人として新しい道を引いていくんだなと。でも絶対に根性だけは忘れずに、悪いことは悪い、いいことはいいんだと。損得ではなくて、善悪で物事を見てくれる、そんなね、憧れの先輩が社会のあちこちに散ればっていってくれるんだろうなと、今でもぼんやりと思うところでございます。はい、今日はですね、昭和の不良に何が学べるかってことをね、私なりにちょっと解釈してみたんですけども、まあもっと言えばですね、なんか怖そうな格好をするだけで迷惑っていうのはね、確かにそうなんですよね。でも最近はどうなんですかね。もちろんいいことだと思います。暴走族が夜中の住宅街を迷惑かけることもないし、なんかね、駅前でいきなり喧嘩が始まることもないですしね。本当に私たちが求めていたような世の中になったんではないかなと思います。でもその代わり、悪は目に見えない形で、私たちのね、なんか影のように付きまとって、さらに深刻な闇をそこに掘り込んでるんではないかなと思いますけどね。はい、じゃあちょっとコメント読んでいきましょうか。清美さん、うちの周りは不良、暴走族みたいにブンブンうるさいバイク走ってました。うん。これね、もう今、亡くなりましたよね。亡くなって確かに、それはそれでいいことだと思うんですよ。夜中に暴走族が家の前走り回ったらうるさいですしね。かといって、文句言いに行ったらちょっと怖いんで何も言えなかったりもするんですけども。でもどうだったんでしょうかね。暴走族は確かに亡くなりましたし、私たちは反社会勢力と言われているのがどんどん壊滅状態になってね、随分ヤクザさんの話も聞かなくなりました。それはとってもいいことなんですけども、その代わり、それを抑えるべきね、国家権力や警察権力が過大に強くなっちゃったことにも、同時に恐怖を覚えないといけないのかなと。つまりは、いわゆるね、暴力を使ってくる一般市民をねじ伏せてしまうぐらいの強大な権力が、いつも国民市民の味方になってるわけではないなってことに気づき始めたってことでしょうね、きっと。なんか最近ではね、自粛警察みたいなのがね、言葉もできちゃって、正義の名のもと、正義の飲食店などを追い込めるような例もあったりするわけですからね。うん、はい、では次です。あ、相川さんですね。おはようございます。相川さんも、いつも早くからお疲れ様でございます。相川さん、最近どうですか？動画の更新、進んでますか？メッセージくださいね。メールで送ってください。吉見さん、おはようございます。今日も一日、穏やかな気持ちで過ごせますように、お風邪にも気をつけてくださいね。ありがとうございます。まあ、ますます元気でございます。こうやってね、チャンネルがサブチャンネルに変わっても、皆さん来てくださってるんで、安心して放送することができます。はい、ちなみに、稼働部の第4話ってのがもう作られてますんで、近々お送りすることになります。今回はね、YouTube は9割の人が辞めてしまうよっていうことでございます。なんで9割の人が辞めてしまうのか、儲からないのか、儲からないから辞めてしまうのか、それとも儲かるんだけど辞めてしまうのか、この辺について切り込んでますんで、辞めない YouTuber になるためにも、この第4話はね、しっかりと見ていただきたいと思います。特に課題は第4話設けてませんけども、何回も聞いてね、心に落とし込んでいただきたいと思います。この第4話をしっかりと咀嚼できるかどうかが、YouTuber として続けられるか、つまりは稼げるようになるかどうかの大きな分かれ目だなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、相川さん、またメッセージお待ちしております。お忙しいと思いますけどもね、自分の人生を変えるためには、忙しい中でも何とかしてやっていかなくてはいけません。言ってみれば、趣味っていうのは、忙しい中、なんとか時間をごまかしてやり続けるぐらい好きなことが趣味とも言えますし、副業とかね、副収入っていうのは、まさに、今の暮らしの中で、隙間に埋め込むようにして稼ぎのネタをどんどん差し込んでいく、その作業の積み重ねなんですよね。まあ、ですんで、いつかまとまった時間ができたらやろうって思うと、まとまった時間ってのはできないんですよ。せいぜいできたとしても、土日とかゴールデンウィークとか、お盆とかお正月になっちゃうでしょ。そんなことではね、日常は手に入んないです。新しい日常ってのは、今の日常をどんどんね、
こう入れ替えるように、コツコツと詰めていくことなんですよね。だから、非日常の時にやってもダメなんですよ。日常を、新しい日常で支配していく。まあそういった形で進めていっていきたいと思います。相川さんのおすすめ動画を途中まで見てライブ後に続きを見ますよと、興味ある話です。あ、おすすめ動画ね。ぜひね、おすすめ動画を見たら、私からのちょっとね、ヒントですけども、おすすめ動画を見たら、感じたことを自分で YouTube で発信する。もしくはブログに書く、Twitter で更新する。こうすることによって、アウトプットすることによってインプットって完成するんですよ。いい話聞いたなで終わるんじゃなくて、その話をどう使うかなんですよね。その第一歩として、今日はいい話を聞きました。ここが私にものすごくヒントになりましたってところを発信することによって、この人はそういう読み取り方をするんだねっていうことで、新しい評価をいただくことができるんですよね。だから映画を見た後でも、雑誌を読んだ後でも、レビューってあるじゃないですか。で、映画評論家なんて、ただ映画を読んで感想を言ってるだけですからね。あれが仕事になるわけですよ。ですので、YouTube を見て YouTube の感想を言うだけ。これでも仕事になるわけですよ。でも、残念ながら、インプットして、いいなと思ったことを止めてしまうんですよ、多くの人は。いいことをせき止めてしまえば、いいことは広がっていかないじゃないですか。だから、いいこと知ったな、聞いたな、いいこと体験したなと思ったら、どんどん惜しげもなく表現していって、いいことをね、せき止めないようにしていただきたいなと。それが、情報発信者の、まあ、役割になるんじゃないかなと思いますんでね。よろしくお願いします。それでは、動画の続きをご覧ください。今日のライブ放送は以上でございます。今ね、チャーハン作ったんですよ。ヤマト君の食べ残しでチャーハンを作る。もうね、何が混じってるのか分かんないような味です。でも、ヤマト君がね、残さないで食べるようになるっていうのは、今の段階では難しいんだよね。残したものは全てチャーハンで、私がブクブク太るだけという。あ、お水なくなりましたね。大好きな草加せんべいも、今はストップです。あ、ちなみにね、熟成さんからね、お餅をついたよっていうか、お餅をいただきました。みかんのお餅と、大福と、普通の何も入ってないお餅ですね。なんか、毎年いただくんですよ、これ。ありがたいなと思います。はい、じゃあ以上ですね。お、ひよみさん。なるほど、先生。先までのご視聴、了解です、はい。じゃあ、今日は以上でございます。先日のひよみさんの動画を見ての感想もいただくんですけども、ああいうのをね、見た方が動画にして、こう感じました、ああ感じましたっていうことと、あとはね、ひよみさんご自身にお話しくださると一番いいんじゃないかなと思います。まあ、私は単なるストーリーテラーなんで、私の考えを話したんじゃなくて、ひよみさんの話を私を通じて皆さんにお届けしたっていうね、タモリみたいな役割ですから。私はもうどうってことないんですよ。で、次回は25日になりますんで、株の話、それもお楽しみに。では、いってらっしゃい。